赤星です。どうももう返せません、赤崎です。振り仕切る雨の中ですよです。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、今回行ってまいりましたのは、火の豚人形町店、ということで、中央区日本橋人形町、2018年2月26日に開店したばかりです。あ、今年開店いたしました。さて、こちらのラーメンはね、二郎系のラーメン系ございまして、もう一つがこの二郎系ラーメンに蒙古タンメン中本風の麻婆がね、トッピングできるというあのフュージョンを出しております。今回はうずらをトッピングして、そう、ニンニク油しっかり回しましょう。お、野菜増し、野菜増し増しにしない、これねえ、おいやと思ったけど、こちらのあ、すごいね。いや、これが久喜の本店の木の豚の増し増しなんで、ちょっともうビビっちゃって、いや、まあ、今回はビビるな。増しと増し増しの間、増し増しだいぶ違うね。たんだろ、だいぶ違うんでね、本当に気をつけてください、皆さんは、はい。というわけで、今回は優しい豚からいってみましょうね。やや弾力があるバラ肉でございます。ということでね、麻婆豚にして食べたい、ね、食べてないんだけども、かけてはできる、忘れれちゃってもそのままいっちゃったから、よく忘れんな。食べたかったんだよ。そして麺をね、引き出していきましたけども、ご覧の通りね、ごわつきが強いですよね、縮れ感が。縮れ感が非常に強いんだけど、見た目よりもデロ麺でございますね。はい、平打ち、太麺。バクバクいっておいしい。というわけで、やっとやってきました、この麻婆ね。麻婆と言っていいのかあれだけども、まあ、とりあえずもうね、豆腐ね、ごっつり入ってますんで、やっぱりラーメンにこの豆腐が入ってること自体がこうレアだから、まずね、確かにね、ラーメンと豆腐結構合います、ね。そしてこのとろみのあるあんなんですね、これが辛さ控えめで、あ、控えめなんだ、結構控えめです、こう見えて、まあ、溶かしながら行っても美味しいでしょう。そしてうずらでしょうね。これ普通のうずらだけども、なんと辛うずらという漬け込んだうずらもあるんだけど、あ、そうなんだ。そう、今回はそう売り切れでということで、今回はそれはダメだったんだけどね、どんどん行きましょうね。油ね、こちらコロコロ油が入ってて美味しいのと、ニンニクね、かけていきますけども、これ一応マシマシのニンニクなんだけど、まあモリモリってなっちゃわう。ニンニクと麻婆と鮭野菜と麺、これはつまりどういうことなのか、お、なんすか、意味が分からない、なんすか、いや、出ちゃいましたか、豚の叫びがね。あなたが豚ってことですか。ちょっと憑依しちゃったんでね、取り付いてきちゃうんで、あまりに美味しいと豚が、生きがいいから、生きがいいんだわ、本当にもう生きがいいから、もう最後の方はね、タピオカレとゴリゴリ胡椒でね、ゴリゴリ胡椒があったんで、粗挽きのゴリゴリ胡椒があったんで、まんじゅうまい、まんじゅうまいですね。最近の言葉も取り入れていくね、えと、やっぱおじさんが出てる、ね、いつの間にかねえ、食べ尽くしました。さあ、そして麺量80、野菜80、まあ、マシマシレベルとしては 83.25。 あれだったの、あれ、あ、もうマシマシの100超えよ、本当に100超えだし、ニンニクとかその豚とかの量覚えてないから、もう多すぎて、本店の方のマシマシは、というわけでね、人形町行った時は行ってみて、ありがとうございました。